はい、というわけで初見さん関係、質問関係、投げ銭スパチャ話題関係、来るものは拒まずパーカッションのワークショップやってまいります。高文がお届けします。よろしくお願いします。皆さんブラジル音楽ってどういうイメージありますか多分ね、こういうイメージあると思うんですよ。まあ多分これ結構イメージしやすいと思うんですよ。ああ、これはブラジルの感じだっていうのね。あとは、えー、ボサノバとかね。 日本でもすごい好きな方多いと思うし僕もすごいね大好きだし実際に演奏もしてますけれどもどうしてああいう音楽がブラジルで生まれたんだろうかとそしてさっきみたいな打楽器アンサンブルまあどういうふうにどういうふうな経緯で生まれたんだろうかっていうのをちょっとね触れていきたいと思いますはいでブラジルの音楽って一言で言うともうミックスねミックスチャーでございますというところですえー、いろんなものが混ざり合っている 音楽になってまもともとブラジルにいた先住民だったり後から来たヨーロッパの人主にポルトガルからですねの人だったりアフリカから連れてこられた人だったり、えー、その他、まあ、日本も含めいろんな国からの移民がブラジルにはいるわけなんですけれどもそういうね文化がもうごちゃ混ぜになっているっていうイメージでおよそ合ってます。はい、さっきみみたたいいななバツカーダみたいなあの 強烈なグループ,ノリプラス美しいメロディーとかハーモニーとかもすごいあると思うんですよ。それどういうことなのかっていうのは実は歴史を見れば分かりますというところですね。先住民の音楽っていうのはもともとあったらしいんですね、えー。もともと先住民が信仰してた宗教だったり踊りの時になんかその辺にあるものを叩いて、えー、太鼓代わりにして、えー、鳴らしたり自然を称えるような音楽がありましたと。 でこれが今のそのボサノバとかに通ずるところだと思うんですけれども結構そのやっぱりブラジルってすごい広大で自然も豊かですからそういうのをたたえる音楽がありましたとで1500年代にですねポルトガル人がブラジルに到着して最初ねインドに行こうとしたらしいんだけど間違って反対側についちゃったっていう話らしいんですねまあ簡単に言うとあの征服しようとした <laughs>、えー、キリスト教をね広めてまあそれ 布教活動をししようとしたっていうととたいころなんですでそのキリスト教の布教をする際に音楽を使ったということなんですね、えー。教会における教会音楽だったり聖歌っていうものですね。えー、聖なる歌の聖歌。いろんなね、ブラジルの各地域に教会を立てて、その教会で音楽を教えていたというところなんです。まあ、これはもちろんキリスト教を広めるためではあるんだけれども、えーまあ、理由はどうあれ そういう音楽教育がちゃんとされたっていうことだね。ヨーロッパの音楽教育がブラジルで行われたというところです。で、あと楽器ね。ギターとかクラリネットとかバイオリン。で、打楽器だったらパンデーロってありますけれども、あれもともとタンバリンじゃないですか。いわゆるアラブとかヨーロッパのタンバリンが渡ってブラジルのパンデーロっていう楽器なわけなんだけれども、まあそういうパンデーロも実はヨーロッパから来てますと。あとトライアングルとかね。 もともとその軍楽隊で使っていてオーケストラで使われていたようなトライアングルも渡っていてえ南米の打楽器アンサンブルの中でえトライアングルが入ってるのって実はブラジルだけなんですねでそれって何でなんですかってよくね質問いただくんだけどもこういう経緯がありますヨーロッパから渡ってきたポルトガルから渡ってきたっていうのがあります結構ねそのいろんな楽器だったりいろんな文化がえ行き来していたようですねでその後にえ奴隷として アフリカ人が来ますとというところなんですで、他の,その南米の国々も同様の歴史の流れっていうか、えー、奴隷としてそのアフリカ人が連れてこられてそこでそのアフリカ人のもともといていた太鼓のリズムだったりカルチャーがその国ごとに発展していろんなリズムに進化していったっていう経緯があるんですね。どこの国でも鉛があるような えー、リズムだったりすごい強烈なビートを出してるのは大体その黒人さんにルーツがあるっていうところなんだけれどもポルトガルだけね、えー、このポルトガルからの奴隷さんだけは特殊でアフリカから連れてこられた人たちもいるんだけれども最初にえっとねその <laughs> 奴隷をブラジルに連れて行く前にポルトガルに奴隷を連れてきてたっていう前段階があります。 つまりアフリカ人たちを一回ポルトガルに連れてきて、ポルトガルで奴隷として扱っていた人たちっていうのがいて、その人たちが最初にブラジルに渡ってます。っていうのが、このブラジルの超特殊なところなわけね。ちょっと他の国と異質なのは <laughs>、こういう経緯があるんで、最初からそのね、アフリカ人の人たちはポルトガルの文化、言葉のアクセントだったり、ポルトガルのね、 人のの生活っっててていいいうのが <laughs> 染み付いてた状態でブラジルに入っていますだからすでにもうミックスしてるわけねアフリカのカルチャーとポルトガルのカルチャーと、えー、そのもともといたブラジルの人たちのカルチャーっていうのがで、えー、さらに特筆すべきはですね大体その奴隷で連れてこられた人たちっていうのはその太鼓を叩くこととかその宗教的な行為っていうのを禁止されてたんですけども他の国ではブラジルにおいてはねこれ OK ケー。 とされてた、えー、宗教儀式つまりキリスト教を広めるためであればそういう宗教儀式の中での踊りの伴奏とか太鼓の演奏っていうのはやっていいよっていうだからそのアフリカ人の文化を根絶やしにしないっていうかな殺さずに済んだわけだねこれが結構特殊ですブラジルははいでさらにその奴隷の人たちも音楽教育を受けたっていう話がありまして もともとのヨーロッパの、えー、音楽で特に、まあ、ちょっと濃く書いたんだけどいわゆる音楽的な用語でいうと、ね、あとは、えー、ちょっと複雑なハーモニーセブンスっていう音があるんですけれどもそういうセブンスを含んだようなメロディーハーモニーだったり、えー、みんなでこうね歌うコーラス するような場面だったりバースっていう曲の中の場面転換みたいないわゆるクラシック音楽的な要素もちゃんと教育として入ってきたわけなんですよだからこういう経緯があってそのブラジルの音楽っていうのはもともとの先住民の,その自然崇拝的な思想もあるしアフリカ人のすごい強烈なリズムだったり太鼓の演奏 っていうのもあるし、えー、ヨーロッパの音楽教育からなる、えー、コード和声だったりリズムの、えー、シンコペーション、えー、だったり楽曲としての構成ねソロがあってコーラスがあって、えー、バースがある、えー、っていうね曲の展開みたい今,今でいう A メロ B メロサビみたいな音楽的構成もミックスされたわけなので こういうういいものがが出来上がりましたっていう感じなんです、はい、これがね、まあ、めちゃくちゃ面白いといろいろ知っていくとね何が面白いかっていうとやっぱそのね他の国と比べた時に結構やっぱ特殊なんですよ。えー、他の国だったら結構もともと太鼓をたたいてたアフリカの人たちっていうのは禁止されてその禁止されるこの抑制されているストレスというか、えー、そこから湧き上がる生きていくんだぞっていうね活力で え将来的に発露させて音楽にしたとかビートにしたえいろんなその辺にあったものを叩いたえ花絵本なんていうのは木箱を叩いたわけなんだけどもえ他の国だと結構ねなんか苦しそうなんですねやっぱり扱いがひどいまあこれ僕の想像なんだけどブラジルに関してはね意外とその奴隷と一言で言ってもそこまであのいわゆる想像しやすいようなああひどいありさまだなとか ひどい待遇だなっていうようなことはそんなになかったのではないかという仮説があります。はい、僕の中で。まあもちろん労働力として連れてこられたので、えー、働かされはするんだけれども、ちゃんと教育を受けることができたし、待遇は叩いてオッケーということでありましたというところですね。はい。で1000、えー、1800年代にそのポルトガルの植民地から独立するわけなんだけれども。 それ以前のね、その音楽的資料っていうのは残ってないらしいんですね。口伝では残ってる、えー。口頭では残ってるんだけど、譜面とか残ってなくて、どういう音楽をやってたのかっていうのは、ちょっと曖昧なところがありますっていうところらしいんです。じゃあ、サンバって何なのと。サンバって何よって。えー、まあね、これもね、すごい難しいんですよ。音楽ジャンルだと思ってるじゃないですか、みんな、サンバって。 あるいはダンサーの方だったらダンスのリズムと思ってると思うんだけどざっくり、えー、僕の理解で言うと19世紀以降のバイアリオデジャネイロサンパウロあたりの大衆音楽です大衆音楽っていうのは割とみんなで楽しめる音楽っていう意味、ね、太鼓のリズムがあって歌があってコーラスがあって踊りがある みたいな感じです。で、そのやってる人たちとかその微妙なねリズムのアクセントのつけ方この位置にアクセントがつくとか最初にソロが来てその後にコーラスが来るパターンとか最初にバースが来てコーラスが来てソロになるみたいな曲のその構成によってもいろいろ呼び方がありますと。ですごいたくさんあるんですね。書いたんですけど「えー、パゴージサンバエンヘイト」。 ガフィエラ、パルチードアウト、サンバ、ジブラッキー、えー、サンバ、カンソン、アフロサンバ、バチカーダ、ボサノバ、エムペ下のは割と最近なので、な、え、じ、ー、み深いと思うんだけども、上の方は結構、なんじゃそりゃっていう感じの人多いと思うんですよ。で、僕も正直ね、あのどれがどう違うかっていうのを、そんなに細かく説明できないので、えー、気になる方はですね、あと、で、この名前で検索してみてください。検索すると、 およそですねその演奏してる映像だったり、えー、雰囲気っていうのを見ることができますのであなるほどこんな感じかっていうのねわかると思いますまあ本当にその微妙な違いだったりで名前の呼び方が変わったりするので本当にに亜種がたくさんあるっていう感じかなあとサブジャンルみたいな感じでたくさんありますけれどもまあ総じて言うと、えー、バイヤとリオとサンパウロ辺りで、えー、広まった音楽 文化ですっていうふうに僕は捉えております。はい。なんかもっと違う言葉で的確にこのサンバを表現できる人がいたらぜひ教えてほしい。結構ね、専門家の方でもすごいね、濁してるっていうか、あのー、それ意味広くないっていうようなね、言い回しをすることが多いから、一言で言えないっていうのがすごい多いね。